したんだってばよ、カカシ先生。気をつけろ、みんな。いきなりですか。こいつは、うちは、イタチ。久しぶりですね、カカシさん、ナルト君。こんやろ、俺だけじゃなくガーラまで。お前らは俺がぶっ潰してやる。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。なめんじゃねえ。落ち着け、ナルト。こいつは俺がやる。なと言っても別に黙って見てろってわけじゃない。お前は俺の援護を頼む。本当はカッコつけて先に急げと言いたいところなんだけどね、俺もこいつ相手じゃ一人で抑えきれない。了解。さすがはカカシさん、戦い慣れている。イタチ、お前。今回はここまでです。消えた。今の引き方、これは。ああ、どうやらあやつの役目はただの時間稼ぎだったようじゃの。時間稼ぎ？先ほどの奴の行動から考えるに、どうやら間違いないようじゃな。奴らは美獣を引き剥がしにかかっとる。おそらく新たな人中力を作るつもりなのじゃろう。美獣、人中力、
それって何なんですか？美獣とは四角や九尾といった尾を持つ九尾。美獣は莫大なチャクラの塊でな、それを軍事利用しようと各国が競っておった。利用って、そんなチャクラの塊を制御することができるんですか？結果的には制御することは誰にもできなかった。じゃが人はその力を人の手でコントロールしようとはしたのじゃ。美獣を人に封印することでな。そして美獣を封印されたもの、つまり人中力と呼んだのじゃ。ナルト、どうやればその美獣を取り出せるんですか？さくらちゃん、瞬間的にでも美獣の力に釣り合うだけの封印術とかなりの時間を要する。だがそれをしてしまえば人中力は、まさか。そうじゃ、美獣を抜かれた人中力は死ぬ。そんなそれじゃ。相変わらず心配性だな、さくらちゃん。大丈夫だって。ガーラ、俺が助けっから。私はナルト、あんたの。カカシ先生、そろそろ行くってばよ。ナルト。足止めご苦労だった、イタチ、キサメ。いえいえ、久々に彼と戦えて楽しかったですよ。だが、時間稼ぎをしたとはいえ、じきに奴らはここに到着する。分かっている。これより一尾の封印を始める。なんだここは。なぜ俺はここに。あれは俺、誰かに必要とされたがっていた俺。どうして
なんでそうなりたかったんだ。俺はなぜ。俺は。そうだ。俺はあいつのように。みんなを守り、みんなに認められ、そして愛。俺は、俺は。カカシ先生、目的地まであとどれくらいなんだ。ここからだともう少しといったところか。よし、待ってろよガラ、すぐに助けてやるからな。